こんにちは、吉谷さん。そして億万長者合宿をご覧の皆様、ピンチの時にどういうふうに活動するか、どういうふうな、ね、精神力を持ってするかっていうのは非常にシンプルで、私の場合は、ね、古典的なものです。古典的な方法なんで、もう古めかしいんですけども、陳腐なんですけども、これは多用されるからこそ陳腐化する。で、多用されるってことは役に立つってことなんですよ。でね、なんと言いますかね、多くの方ってのはピンチの時に自分を守るための行動を取りますよね。だから私はうまくいかないと思うんですよね。じゃあそこでですね、私は古典的な方法、どんな方法を取ってるかっていうと、死中に勝つなんですよ。ピンチの時に私はどう考えるかっていうと、どの死に方でこのピンチでダメになろうかなと思うわけなんですよ。で、突き抜けていくと割とですね、それで、うまくいっちゃったりするんですよ。これが死中に勝つです。もうね、どこを見ても死ぬルートしかない、もう破滅のルートしかないわけですよ。そこに一陣の光明が見える、抜け道が見えた時に、それは罠だと思ってるんですよ。ピンチの時に手を差し伸べてくれる人にはついていかないんですよ。そうではないですよ。ピンチの時に自分はだったらもう今回ね、どんな死に方をしようかな、どんな死に場を探せようかなってことで、最後のワンラウンド、最後の力を振り絞って、はい、最後の力を振り絞ってね、誰のために最後の一人、自分の力、自分がピンチでもうこれでね、自分の活動全部停止すると、もう終わりなんだ、じゃあ最後の一人誰に尽くそうかなと思って、そこに全力投球するんですよ。私はこれを繰り返してきたんですよね。こういう考え方をされる方ってあんまりないんではないかなと思いますけども、私のオリジナルの考え方で今日まで来たってことは、この方法で生き残っていく可能性は非常に高いのかなと思いますし、ピンチを乗り越えた時っていうのはそれなりにね、力がついてるわけなんですよ。で、ピンチでビビってる時って力がつかないんですよね。で、私はですね、怖いなとかやばいなと思った時ほど大胆に出るようにしてます。だから私が強気に出てること、強気に出てる時って心の中でものすごくね、闇を抱えていて怖くてですね、奮い立ってる時だと考えていただければいいんじゃないかなと思います。多くの方は恐怖を感じた時、ピンチを感じた時に萎縮して狼狽してもっとダメになる方法を自分で選ぶんですよね。で、くぐり抜けたピンチっていうのが力になっていなければ、それはですね、自分の力がついたわけでも自分の力でくぐり抜けたわけでもなくて、運が良かっただけというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとね、吉谷さんの動画ってずっとですね思ってたんですけど、声がちっちゃくって聞き取りにくいんですよね。大丈夫ですかね、他の方は。ちょっと心配になったんで、いつも私はパソコンのボリュームを8か10で多くの YouTube って聞くんですけども、吉谷さんの場合は70ぐらいじゃないと聞き取れなくって、急にね、音声上げたりとかね、下げたりするようになっちゃいますけども、他の方に不具合がなければ、私の方では別に構いませんのでね。それから会社を作るってことは非常に簡単できると思うんですよ。だからね、会社を作らない、法人を作らないっていう選択っていうのは、本当にね、お金が稼げない道を自ら選んでるってことなんですよね。よくね、主婦の方で、旦那さんの給料と合わせて103万円の壁とか130万円の壁とかって言い出す人いると思うんですけども、主婦の方こそ株式会社を作ってください。会社を作って、その会社がパートに行くっていう形で契約すると何が起きるかっていうと、その会社から主婦の方が給料を毎月1万しか受け取っていないような形にもできるわけですよ。ってことは、いくらでもですよ、いくらでも所得を上げていいわけですよ。パートだろうがアルバイトだろうが、いくらでも所得を上げてください。で、会社からもらった給料を抑えればいいんですよ。そうすると、その会社は法人税ですから税率も安いし、物を買うときはその会社のクレジットカードで決済すれば自分のお金が減ることもないし、でも自分の買いたいものはいつでも買えるしということなんですよね。例えば主婦の方で、日常の買い物ね、夕食とか買い物するときに、その会社のクレジットカードで会社の経費としてどん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 切ればいいじゃないですか。そうすると、こう経費率っていうのはね、上がっていって、なんですかね、利益率っていうのは下げることができますんで、まあいろんな意味で得なんだろうなと思うんですよ。まあこういうことをね、やっぱり男の人は教えてあげないといけないんですよ。女性の方とか主婦の方とか、会社勤めしてる方はこういうことを理解して、家計を考えるときに家の中でね、相談した方がいいと思いますね。はい、ピンチの時にどうするべきかお分かりいただけたでしょうか。それでは、いってらっしゃい。